ルドルフといっぱいあってな、出会いの物語。ある日、いっぱいあってのは学校の教室に僕を連れてきた。そこにはリエちゃんがよく読んでいた本っていうのがいっぱいあったんだ。そこで僕はすごいものを見た。いっぱいあってながその本を読んだんだ。人間の文字がわかるんだよ。それに文字を書くこともできるんだ。でもどうしていっぱいあってなは文字を読んだり書いたりできるの？そりゃあ文字を覚えたら世界が広くなるからさ。もしかしたらリエちゃんのところへだって帰れるかもしれないぞ。本当？ま、努力次第だがな。さて、このお話の続きは映画館で。